さあ安本さん、誰ですか最後は。誰ですか、誰になりますか。誰になりますか。誰が最後ですか。渡野さんですね。はい、渡野さん、はい、どのポエムを読んでくれるんですか。あの2つだけですか。はい、まず立ち上がってくれる。わかりました。はい、どうぞ。両方。おいおいおい、まあどんなのか見てみようよ。そうですね、面白い方にしましょう。これはね、もうなんか他の俺破いちゃったから、これしかねえんだ。カップ焼きそばの美味しい作り方。こっちはね、スイカ割り。あー、どっちがいいかな。あ、いやいやいや、カップ焼きそばの美味しい作り方の方が面白い。 OK、 じゃあカップ焼きそば。じゃあほら、選ばせてあげるよ。はい、幼稚園児。幼稚園児どんな感じかな。幼稚園児、年少？年長？あー、そこ大事ですね。年少。みんなはどっちがいいの？年少でお願いします。年少。すげえな、今年少って年少コールがあったんだけど、すごいな。聞いたことないよ。年少。年少。年少でお願いします。年少で。年少。イメージ的には4歳児ぐらいでお願いします。4歳児ぐらい、うん、4歳児。心の準備は気分が外乗ってきたら いきますよ。いいですか。はい。はい、じゃあ行ってみましょう。ちょっと待って、大丈夫、ちょっと待って、大丈夫大丈夫大丈夫。はい、ごめんごめん、追い込みすぎたか今。大丈夫か。大丈夫です。はい、わかりました。じゃあ行きましょうね。じゃあ畑の渡さんで燃焼でレディーゴー。ありがとう父さん。ちょっと気をつけて。ちょっとだけでいいんで、おい来たろうって言ってもらえるかな。え、ユウ言っちゃったよ。ちょっとだけでいいんで、おい来たろうって言ってクオリティが高え。父さん、父さん様子です。あ、来た、本当の来たろう来た。息子ずいぶんでけえな。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、素晴らしい。皆さんに大きな拍手を。ねえ。